高のキャンプは昨日の非常に、ま、今シーズンを象徴するような逆転劇での勝利があって迎えた次のゲーム、一つ昨日の流れをそのままつなげて、何もいないよコタ、ここまでの主導権はジャイアンツにあります。この辺りは少しバットの先だったでしょうか、セカンドの菊池が落下点で取りました。中軸に回った攻撃、ランナー出ましたが、この回は0点に終わっています。東京ドーム5回まで終わっていまして、今日のゲームここまでハイライトで振り返ります。3回のジャイアンツの先制の場面はフォアボールで出塁の橋本を一緒に置いて初球を打った坂本のタイムリーヒット、エセ崩れながらもというコンビニの言葉がありました。コタどうした、橋本が懸命にホームに帰って、ちょっとここで膝が顔に入ったでしょうか、少し痛そうにしている橋本の姿がありましたが、その後ゲームに進めています。そして